こんにちは、ネモです。クラクロやっていきましょう。今回ですけども、等級差1万差を跳ね返す初心者でも勝てる上級クエストの立ち回りをやっていきたいと思います。でですね、この動画に関しては、僕みたいな初心者もしくはゆっくり進まれている方々向けの動画になっております。ですので、中級者もしくは上級者の方はここでブラウザバックいただくか、もしくは見ていただいてコメント欄なんかで、もしこうしたらもっと良くなるよというアドバイスを皆さん向けにいただけましたら非常に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、僕もゆっくりペースではあるんですが、ようやくこうキャラのレベルももうすぐ50になったりとか、装備はまだまだ集まってないですが、まあ、等級が1人抜いてだいたい 37,900、まあ、4人入れて 45,000 とかかな。もうちょっといってるかな。で、そういう形になってきました。で、まず僕が初心者として詰まったのが、上級クエスト越せねえなと。その毎日のこう3回限定のイベントのクエストとか、あとはこういう装備厳選をようやくこう一つの村言うこと5になったので、まあ、装備厳選をしたいんですけど、まあ、こういうところがクリアできないなというふうに思ってました。で、いろんなキャラを使った上で、あ、こういう構成を組んだら、あとはこういう立ち回りをしたら、なんとかクリアできたなと。一応2回クリアできてます。この動画の中でなんとかクリアできればなという感じで思っております。で、大事になってくるのが、2役割です。まず1つが回復系。まあ、キングは皆さん配布で持ってらっしゃると思うので、まあ、キング。もしくは僕はエリザベスを前回の動画で当てられたので、エリザベスも一緒に入れてます。で、もう一人一番大事、まあ、この核となる盾役ですよね。ということで、ギルサンダーが今回のメインのキャラにはなります。で、まあ、キング、そしてギルサンダーは借りる前提でいけば、まあ、普通にこうメンバーは揃えられると思うので、まあ、こういった立ち回りですよと。あとは、まあ、エリザベスの枠にボーセルとか、まあ、その、敵の足を止められるようなキャラがいるといいのかなというふうに思っています。で、あとはここからは僕の持論と言いますか、まあ、自分がやって、こうでしたっていうことを実践を交えながらやらせていただきたいと思います。ぜひぜひ、そのあたりは皆さん見ていただきながら、もっと良くなる、こうしたら良くなるってことがあれば、ぜひコメントください。ということでやっていきましょう。等級差は、1万と、まあ、600ぐらいですよね。600弱ぐらいという感じです。行きましょう。で、まあ、とにかくギルサンダーが強い。敵の攻撃を一気に引き受けて、それを体力回復している間に、まあ、キングの石化攻撃で足を止めたりとか、あとは、エリザベスがみんなの必殺技ゲージをバッと上げられたりするので、まあ、そういったところでガンガン攻めていくと。いう立ち回りになります。ということでやっていきましょう。で、まずは、ギルに攻撃を受けてもらいながら、感電入れましょう。で、感電入れとくと、まあ、耐えれば耐えるほど、どんどん敵にダメージ与えられるので、まあ、そういったところで重宝して使ってます。で、あとは、まあ、いろんな人に聞いたりもしたんですけど、まあ、点火ダメージとかも結構面白いですね、みたいな話を聞いてて、まあ、そういうのも、こう、収録していた、いければいいかな、というふうに思ってます。で、これ、たまたまエリザベスが3で、撃てちゃうな。で、あとは、その、攻撃ゲージがたくさん持ってるキャラ、まあ、今回で言えば、2つコマンドを持っている一番右のキャラとかですよね、を狙っていこうかな、というふうに思ってます。で、まあ、バフ効果とか前解除で 400% のダメージなんで、結構入るんじゃないのかな、というところと、まあ、体力回復を絡めながら、まあ、いろんな形を作っていければいいのかなという感じです。あとはキングの石化攻撃ですよね。これがとにかく強い。これをかませながら、まあ、立ち回っていけると、本当に、おお、めっちゃ引き受けてくれるわ。マジ、ギルサンダーは欲しい。で、石化攻撃を絡めながらですね。どうしよっかな。ギル撃つ。これ撃つ。で、石化でいいかな。で、石化に関しては一番最後に撃たないと、まあ、攻撃を重ねてしまうと石化効果自体が消えてしまうので、そこはま、気をつけましょうという感じです。まあ、倒せましたね、普通に。で、あと大事になってくるのが、まあ、次のボス戦ですよね。そこに向けて必殺技ゲージをたくさん貯めておきたいというのがあります。なんで、そこに向けながら、こう、まとめて取っていくような感じなんですが、まだ敵の数が多いので必殺はバンバン使っていきましょうというところです。で、これと、
で、これは重ねちゃって、おーい。重ねミス。これと、ここは重ねて。で、まあ、打っちゃってもいいんだよな、これ正直。いいや、移動しとこう。で、まあ、いいカードを次に向けて揃えておくというところで、まあ、揃えておけば、一気にこう敵を殲滅して、まあ、次に迎えるので、そんなにダメージを食わずにね。まあ、それが、こう、上級クエストを、まあ、クリアしていくのに大事なのかなというふうには思ってます。で、これ、ギル使っちゃうか？全然使ってもいいレベルだな、ギル。で、こっちから倒していくか。必殺技ゲージが一応溜まってますね。なんで、まあ、気をつけていきたいですね。回復入れとくか。まあ、キングで入れておけば、エリザベスの方が温存できるんでね。やっぱり体力回復、まあ、ヒーラーは大事だなってすごい思わされました。気絶した。で、行動不能になっておりますと。で、体力回復これ一回入れときたいっすよね、こうなると。なので、これ使って、これ使って、で、ここ合わせておきましょうか。まあ、急がないことが大事かなというふうに思います。急いで倒してしまって、あんまりいいカードが揃ってない段階で前に進んでしまうと、本当にすぐ倒されるので、まあ、急がないことが大事なのかなというふうには思ってます。で、ここも石化攻撃は置いときたいので、まあ、貯めておきたいので、カードとの手としてね。なので、まあ、これ、これ、これでいいかな。あ、まあ今は石化入れてもよかったかもしれないですね。必殺相手がなっているので。倒しきれないって強。そして気絶していく。気絶されると入れられないんだよな。まあ体力回復もギルのために入れておきましょうか。これでいいかな。さあ本体はここからですね。で、5万4000対6万5000ということですが、まあ、この、いろいろと、こう、カードを貯めていったおかげで、必殺技がいきなり3回打てますね、というところが、ま、大事になってくるのかな、っていうところと、全ブッパーしていきましょうか。で、真ん中が一気に倒せるとかなり楽ですよね。で、しっかりとエリザベスを一番最後にすることが大事かなと思います。必殺技ゲージをまた回復してくれるので、こういうところでどんどん回していく形が取れますね。強いわ。これで1体でも減らせれば、もうほぼ勝ち確かなっていう感じはします。もうちょいだね、あと半分くらい。半分ないかも。で、多分ここの攻撃さえ耐えれば、まあ、なんとかなるとは思います。で、あとはちょっとギルに引き受けてもらいたいかな。で、どうしましょうかね。まあ、石化を真ん中に入れるのは、ま、まず間違いないんですけど、まあ、それを考えると、これ入れて、で、石化攻撃も入れたいなという感はある。石化入れて、で、感電。まあ、ここを入れるのか、こっち入れるのかっていうところですよね。骨の髄まで燃やしてやる。で、まず感電入れます。で、しっかりと攻撃が3個も重なっている真ん中のキャラを石化させておきますと。で、プラスギルの引き受けで、まあ全く問題ないと。今のはまあ、その真ん中が3個だったので引き受けはしなくてもよかったかもしれませんが。はい、続き行きましょう。で、まず感電入れながら、感電入れてこれを打つと、バフ効果がかかっているキャラか。はい。これを入れて、で、回復も一応入れておきましょう。多分この一押しでいけると思うんだけどな。真ん中は。まあ、とにかく頭数をまず減らすことが大事かなという感じです。
あとはもう耐久力に関してはもう本当に2人回復いて、まあ、ギルが引き受けをしてくれるのでまあバッチリなので、まあ、全く問題はないかなというふうには思います。でもう一人削っていきたいねというところですね。こっちの方が体力少ないかな。で、まあ、どうやっていこうかという話ではあるんですが、まあ、石化させてしまうか。の方が楽ですしね、正直。攻撃を受けないっていうのが、まあ、ほんと最大の防御ではないですが、まあ、そんな感じで考えてたりします、僕は。で、またこういった形で体力回復はいくらでも来るので、まあ、これを回していく形ですね。で、できればこっちを潰したいと。で、潰せるかはこれかなり怪しいので、まあ、ギルの引き受けを作っておきましょう。で、まあ、体力回復を入れていくと。まあ、とにかく SR のエリザベスでも全然使いますし、まあ、SSR の回復量もね、かなり高いので、まあ、エリザベスがいると、まあ、二人回復がいるとかなり楽かなという感じはします。行動負荷で何にもできないんだろ、これ。これ結構つらみだな。うん、回復入れながら、まあ、石化攻撃置いとくかな。これスルーとかできないのかな？ここで重ねておきます。うん、回復が入りましたね。で、うまいこと、またやられたか。二人なってるんだ。二人なってるのがだいぶひどいな。石化入れましょう。エーソーシャスティフォル、第八形態、パレンガーデン、はい、モチライゼーション。で、まだ後ろにメリオダスもいるので、まあ、そんなにこう心配する必要はないかなと。ただやっぱ相手の攻撃、雑魚的に攻撃でもこんだけ食らうので、まあ、等級差って大事なんだなとは思いますね。で、で、感電ダメージも入れつついきたいな。うん、星3がうまい感じで作れましたね。やっぱりターンをまあ重ねれば重ねるほどこういうのは作りやすくはなるので、まあ、長期戦に強いパーティーを作れれば、普通に敵には勝っていけるのかなという感じはしますね。で、残り1体ですと。で、これはもう勝ち確でしょう、おそらく。普通にやっていれば勝てると思います。まあ、そもそももう石化で、完全にブロックできるので、もう石化がもう 100% 決まるっていうのが強いですよね、これで。はい、ということで、うまい具合に勝てました。まあ、ギルサンダーがマジで強い。っていうのが、まあ、僕の中では、こう、定石化しているのかな、というふうに思います。で、結局今 3% は引けなかったよね、多分ね。ということでですね、皆さんもぜひ、まあ、ギルサンダーと、あとはキング、まあ、この辺を使いながら、やっていただければいいのかなというのと、あとはま、攻撃スキルを封じられるキャラが、まあ、結構たくさんいるので、まあ、そういったキャラを連れていけば、まあ、こう、相手に行動させることなく、まあ、ダメージ食らう量すごいので、やっぱ装備とかレベルとか上がってないと。まあ、とにかく相手に行動させない、もしくは、耐久力のある、まあ、フレンドさんとか、ノラフレさんのギルに耐えてもらって、前に進んでいくような形を取れれば、こう、等級差があったとしても、勝っていけるんじゃないのかな、というのが、この動画の趣旨になります。いかがでしたでしょうか？まあ、こういう攻略動画は、やっぱりこう、まあ、自分がまだまだ駆け出しの方なので、まあ、取れるのかな、っていうところと、あとは、また、こう、いろんな有識者の方がアドバイスくれたりとか、あとは動画にももしかしたら出てくださるかもしれないっていう話をしているので、まあ、その辺で、また皆さんに違った角度の動画をお出しできればいいのかなというふうに思っております。ぜひぜひ楽しみにしてください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。